じわじわと顔面の圧力がやってまいります <laughs> <laughs> やハローみなさんこんにちはビービンはい今日さ寝坊したんだよね寝坊したないけど寝坊したんだよね入れてる15分前に起きてもう本当にてんやわやでしたはいってことでアマゾン事件の続報を話しますひもじーです ビービーッてた、ビビッてた、ビビッてた。なんでねフさんビビったの？山の事件のことで、ぬふぞ今日超忙しいんだけど夜まで、うん、心配して電話かけてくれて、うん、俺冗談、あのぬふぞがね、アマゾンカスタマーセンターですって電話してきたからね。うん、俺がね、あのね、江戸っ子風でね。うん めけんないつもの切れる芝居いや<え>ガチでビビてってやめてくださいよーとかって, <laughs> ってようなことをやるから江戸っ子は怖いって言われるんだよねーって言って話してたんですけど、うん、そうねでもねあれだよ江戸の人たちは関西人が切れたのも怖いって思うんだようんまだ、あ、どんぐらってなんじゃどんぐりぶら でもね、俺怖いのね広島の人だねなんで広島の人切れると言葉怖いよへえ<ー>まあそれはあれですね「仁義なき戦い」という映画を全部見てください私は日本統一派です <laughs> <laughs> 日本統一はどこまで行ったんですかまだ9話なんだけどまだ9話なの<う>お前さっきすげえ長いじゃんスイーツ食べてちゃんちゃんやこれ最近ハマってるワードああそうやね <laughs> でね まあ、そんな笑ってる話じゃなくなるんですけど、うん、まあ、昨日ね、緊急動画という形で、まあ、愚痴という形でね、ちっと動きがあったので、ていうかもう結果報告なんですが、なんと、1日で、これでおかしいと思ってください、皆さん。えね、あの動画を朝7時に出しました。反響すごかったです。 同じ被害にあった、泣き寝入りした方からのコメントもいっぱい入りました。えー、なので、そしてジャーナリストとして戦ってくださいという応援のコメントもいただいたので、まあ、12時ぐらいからですね、昼の。とりあえず、ね、一昨日メールで、我々は、あの、ポリシーに従って、いや規約ですね。 何も違反してないんで「非はないです」的なメールが来て無駄ついたんですけど、うん、で X で晒したんですけど、うん、で動画にもしたんですけど、うん、でね12時ぐらいからもう一回カスタマー電話して結構まともだった責任者が今日出社してるんで、うん、その人につないでって言ったらいえ何の進展もないんで。 お電話変わっても話すことがなくて余計不快な思いをさせてしまうので「遠慮させていただきます」と言ってますって言って変わってくんなかったのよ。うん、で俺は違うと、うん、進展なくてもいいと別に聞きたいことがあるから、うん、すぐ書けるようにじゃあ言ってくださいって言ってかかってこない、うん、その聞きたかったことっていうのは、うん、見つからなくても返金はちゃんとされるのか、うん、返金されるのは最大何日後なのか。うん もしくは何日後にって決まるのかを聞きたかったんですよもう、うんうん。そうだよね。33万ばっかりてたかなそれさえも拒否られて。うん、で、もう一回電話したら今度も、も電話するたびに繋がるセンター違うのね。うん、で、違う責任者が出るかなと思って、うん、あの責任者の方お願いしますって言ったら、えー、10分ほど放流にされまして。うん これねアマゾンがよく使う手なんですけど、うん、長時間保留でほっといて相手が諦めて切るの待ってるんですよ。やばくないじゃんで保留を終わってもし回しつった向こう無言なの。うん、でもし回しつって無言なの。ぶちって切られましたから。えー、<laughs> マジでそういうことをするのでアマゾンのカスタマーさんは。でほぼ皆さん今中国人なので。 日本語をあまり通じないい方もいるしそれでよくお前ら金もらってんなマジで。<laughs> なので保留で10分待たせて出たら切るとかやりますんでで,でコールバックないですからちゃんと出る時に、えー、確かに本人か確認させてくださいっ,つって名前とか言ってあ確認が取れましたっていうことは向こうはこちらの連絡先を知ってます。切れても絶対コールバック来ません、Amazon、さん。 販売部門の方はまあなんかね正和がアマゾン販売部門とか違う部署とかいろいろ知ってる人がいるから今度紹介してって言ったんですけどえ見てるんだったらえ内部的にカスタマだから俺さソフマップの時にさ、うん、経営陣の時にカスタマーの改善もやったのよでカスタマーって本当に企業の代表なんですよ、うん、お客さんからしたら、うん、で お客さんはその企業の社長と話してるとおんなじなのね、うん、カスタマーと話してるってことは企業を代表してお客さんと話してるわけだか,、うん、だからその重要さを分かってるカスタマーがいないんですよ<ジ>教育をちゃんとしないから。うん、だってバカな企業ばっかじゃん今,今の中で進展がなくても、うん、話すことがなくても電話一本来るだけで安心するし信頼関係が崩れないのに。うん そこを逃げるんですよほとんどのカスタマーはだからもう今回やってることビッグモーターなんですけど本当にでねあのイイララするわ何が起こったか結局何度電話しても繋がらないしコールバックもないんでワンチャンと思ってチャットの方はスクショが残るんで絶対に電話は録音されてない場合があるんでこっちがね だからチャットででもう1回言ったんですよ、うん、チャットのカスタマーサポート、うん、そしたらすぐに内容を伝えたら「担当を代わります」うん、って言って一般の人は無理だから、うん、で俺そこでした質問っていうのはあのでしょうか、うん、でも僕が聞きたいのは返金はちゃんとされるのか、うん、されるならいつなのか、うん それを聞きたいですって言ったら担当をかりますって言われて、あのー、責任者と思われる方が担当入れ替わってチャットの画面で、そしたらですね。いきなりですね。うん、いきなりですね。うん、返金処理は終わっております。はい。本当に。十三時二時何分に終わっております。 えそれは本当なんですか見つかったんですかあの紛失したね、うん、俺が返品した製品見つかりましたでもその13時何分の時点で俺は電話してるんですよ。うん、で何の進展もないから話せないって断られてるんですよ。うんうん、ということは考えられるのは Twitter でスクショさらしい、まあ、あんま拡散されなかったんで影響なかったと思いますけど。うんうん 動画にして反響があった。うん、やばいって言って動いた可能性があるんですよ。うん、で、その後、じゃあ、返金処理されたんだったら、電話かけてきて、進展がありました返金処理が終わりましたって言えばいいじゃないですか。うん、ないんですよ。はあ、逃げたな。うん。もう返しゃいいんだろっていう感じで、うん、動画にもされたからみたいな。 そうじゃないんだよ本当にもうだからね僕みたいなねジャーナリストとかあと YouTube やってて影響力がある人はこういうことができるので、うん、泣き寝入りしなくて済みますし僕はこれで YouTube でやって意味がなかったらもう記事にしようと思って、うんえー、仲いい編集部のやつらとか出版社のやつにも話してて、うん、この記事書か,かしとりあえずウェブ記事で出して。うん っていうただグーグルは巨大な広告スポンサー各社やってるんでテレビ含めて、うん、でテレビ局はちょっときついって断られましたスポンサーで入ってるんでグーグルさんがグーグルさんじゃねえやアマゾンさんが、うん、最近 CM 多いしねそうスポンサーには逆らえないんでアマゾンがスポンサーで入ってない仲いい雑誌「うん、まあ週刊文春」とかもそうなんだけど、まあ、いろんな雑誌に聞いていいよっていいですよって言われたんで 最終的には僕は僕記事でで出すつもりでした、うん、ウェブ記事でダメだったらもう週刊誌の記事として出すつもりで動いてたらもう朝の動画だけで突然返金処理されてきたんで、うん、まあこれは僕がそういう特殊な立場だからいいですけどアンド顧問弁護士までいるんで、うん、だ普通の人って例えばミニとかだったらさ、うん、ま,あまだ YouTube とね i t t e r とインスタあるから普通の人じゃないけど、うん、ミニは でもどうしていいかわかんないから、うん、泣き寝入りするしかなくなっちゃうじゃん、うん、だからねもう本当にねこれはねひどいんで、うん、放置しておけないので、うん、こうやって続返返金されたからいいじゃないかっていうその姿勢もかつくんだよな違う違う言ってくる人もいるんですよ 一般の視聴者さんと,かもうい,うと、ね、いや,そ,いやそういう問題じゃないんだよ他の人も被害に遭っている人がさ増えてる増えちゃうからで,で今後は被害に遭う人を減らすためにもこうやって何かあったら言わなきゃいけないだってビッグモーターの問題だって報道されてなかったら今も続いてたんだから,、うん、だからそれをさ分かんないでさいいじゃんって言ってるのもさすごいね何も考えずよく言えるんの、ね、<う>自分のことばっか,か考えてるからやろどうせだからねちょっといろいろするわそのためにもこの動画を 取って、うん、一応返金処理はされまして返金されるそうですけどもいやそういう問題じゃないだろっていう、うん、じゃあ僕が例えば影響力ゼロ、うん、一般人 YouTube でチャンネルも持ってないって人だったらアマゾンさん一体どうしたんでしょうっていうね。しかもさ なんかそのも、まあ、今回高いお金だからだけどさ、うん、安くてもそれは変わんないわけじゃんただ1円だろうが10円だろうが一緒だよ、うん、金額じゃないよ、うん、だからね,ね増えているよ他の人にいるよね、うん、そういう人絶対でねアマゾンっていう企業はね僕責任者にも言ったんだけどビジネスのやり方がアマゾンってサーバー事業で儲かってるんそっちがメインなんですよ、うん、実は。うん もう世界中の大企業政府とか使ってるんですよサーバーを、うん、でも赤字にするんですよアマゾンって、うん、税金払いたくないのもあるんですけど、うん、で何でもお金すげえ持ってるんですよ、うん、なんでかっていうとすごい上手いやり方してて取引業者とかアマゾンに出店してる人たちとか入金は早いんですよアマゾンがいただくお金は、うん、支払う時までの期間がすっげえ長い、うん その間に現金プールでできるんです、うん、そのお金使っていろいろビジネスしてるんですよ。うん、それを顧客にまで始めたのかっていう。終わりだね、返金させます返品させますそこから返金するまでの時間最大2週間かな、うん、そこまで引っ張るってことは2週間現金持ってられるんですよ。うん、いやいや即返金だろうと。うん、でねもういろんな問題があるんですけどあと。 すごいアナログで、まあローソンとかで複雑な処理をすれば、返品レジに持っていけばできるんだけど、うん、ロッピーとかですげえ複雑な処理をしなきゃいけなくて、で、結局普通、で、俺、いけないじゃん、コンビニ。うんうん、その場合は、アマゾンが返品の時に発行してくる、返品用のバーコードっていうのがあって、それを中に一緒に入れて送るのね。そうすると普通は開けて、それをスキャナーでピッ リーダーで読んでしたら受領になるんで、うん、でもそのやり方ってさ一日何千とかさ返品が来てるとするとさ人的なミスでアナログだからその部分うん、うん、スキャンせずに紙直しなくしちゃうとかしたら、うん、そのまま紛失になるんだった今回それなんだけど。うんその システム的に問題があるから、アップルみたいに返品がすぐできるように改善すればいいんだけど、そこがね、もうできてないのもとても問題があるし。でや、だったら返品制度やめれば、うん、って思うわけですよ。うん、表向き返品何でもできるいい会社アマゾンですよって言って、いざ返品したらこんなことになるんだったら、 返品やめりゃいいじゃんって本気で思うのでちなみにねいろいろツッコミ入りましたけど今回アマゾン販売アマゾン発送別な業者じゃないですから販売元アマゾンが売ってるものなんでえーねまあちょっとね動画出した日にもう午後には返金処理が終わってるって タイミング良すぎないいかっていう、うん、まあこれ予測でしかないから決めつけでは言わないけど、うん、いやあ明らかにおかしいでしょうと。いや、ね、動画出してその1時までの時間に俺は電話してるから返金が決まって見つかってるんだったら責任者は進展があったから「見つかりました!」って言えるわけじゃん。うん、いや進展ないんでって言ってる最中に進展してるから。うん はってなるじゃん、うん、おかしいって逆に疑うじゃんまた、うんうん、だから本当にカスタマーサポートっていうのは企業を代表してお客さんと直接やるだから店員さんと一緒ですね、うん、大企業でもアップルでもそうですいろんな人がいます、えー、自分を接客してくれたアップルストアの店員の対応がちょっと悪かったわけでアップル全体のイメージがその人にとっては最悪になります、うんうん でそれ今口コミの時代なんでそれを口コミサイトとか Twitter とか X とかいろんなとこに書かれたらアップルで嫌な思いいをしたっていう人の情報が広まりまりすそれをアップルは知ってるから必死にサポートのクオリティを高めよう高めようとお金もかけて企業努力してるけどアマゾンは逆行していってるのでまあね本当にカスタマーでカスタマーも俺いつも言ってるけど お金もららっってやってやんだからプロなんで、うん、全員アマゾンを代表している社長と同じ立場で物を言ってるっていうのを自覚しししてて対応してほしいですね、うんうん、俺別にひどい言い方してないし切れてもないし丁寧に対応してるしチャットのスクショ全部晒してもいいけど、うん、俺必ずカスタマーさんカスタマーさんに罪はないのもカスタマー作ってる人だから知ってるんで何の権限もないし。うん マニュアル通りにしか答えられない責任者以外はなので「いやあなたには問題ありませんよ本当にお世話になりました」で今ね季節柄インフルエンザとコロナがまだパンデミックしてるんで「<laughs> <私 S 1> ご自愛ください」っつって「温かい言葉ありがとうございます」っていつもチャット終わってるんで別に切れてないので一切、うん、クレーマーじゃないんで俺は。ただ僕にトラブルが多いのは。うん <laughs> 年間400件以上の注文をしてるので1日1件以上の注文してるんでそれは他の人よりトラブル多いです、うん、そんだけ注文してるんで、うん、なのでねまあそこもね、うん、なんかクレーマーだと思われるの嫌なんですけど、うん、ただ俺返品なんて今年初めて3月と今回で2つしたけど初期不良があったから、うん、めったにしないっすよ、うん、初期不良とか俺当たらないんで、うん で当たった時もちゃんとすぐ返品交換の送ってきてくれてたし、うん、何の問題もなかったんだけど、うん、で返金もしたことあるけど初期不良とかで、うん、すぐ到着したらステータスが受領って変わってこれから検品作業に入りますで何日以内に返金しますってすぐ動いてたから、うん、何の問題もなかったんですけど去年ぐらいからおかしいね。うんうん クオリティとなんかシステムがおかしくなってるから、まあ、そこは Amazon さんほんと改善した方がいいと思いますけど、まあ、無事返金処理はされましたけど、そのされ方がおかしかったんで報告してますし、えー、今後一応あ、うちね、これこれくんじゃないんで、えー、っと皆さんの同じ被害にあったらお話は聞きますが、それを動画にするということはしません。 なぜかというと動画にするとなると法的にちゃんと証拠が全部揃ってて明らかに Amazon が悪いっていうのが確認できないと動画にできないんで「動画にして訴えてくれませんか?」って言われてもその人に対して根掘り葉掘り弁護士並みに聞くことになるのでそんんな時間はありませエビデンスチェックになっちゃうので一応対策としては。 消費者センターって全然当てにならないのでとにかく2週間待てっていう連絡が来るんで14日間待たないでください待って3日3日待ってもステータスが変わらなかったら電話入れてくださいどうなってんだってで調べさせてくださいでもしも僕みたいに伝票番号を聞かれたらもうな行方不明だと思ってください、うん、なので 返送したら着払いでも何でもいいですけど、伝票番号、伝票は取っといてください。解決するまで。すごい証拠になるんで。うん、で、なるべく、一般の方は電話の録音って難しいと思うんで、チャットで。うん、で、会話を全部スクショしてください。で、チャット終了しちゃうともう戻れなくなるんで、チャットしながらスクショを取っていってください。うんうん、それ証拠になるんで。うん、なので、まあ、 でね電話してもね、所詮ねあの今、もう中国人ばっかで、もう何言ってんだか分かんない発音の人もいるし、うん、あなた、私の今言ってる意味わかりますかって聞くことあるから、うん、嫌味とかじゃなくて、うん、ちょっと僕が今言ったことを言ってもらえますって言ったら、うん、意味通じてない時あるんで、うん、そのレベルなんで、今アマゾンとか、あまりそういう人を、日本人でやる人いないからでしょ。しちゃう人がいないから。 だからもうねちょっとうん本当にやばい状況なので世界のガーファガファムと言われてますけどアップルに並ぶ企業アマゾンまあ世界一の金持ちまあイーロン・マスクに抜かれましたけどアマゾンの CEO は半もう何兆円も何百兆超,超える金持ってるからアマゾンの CEO はしまかったりとかねいろんなことしてるんでだからまあ そこまでするんだったらアップル見習ってまともなサポート体制を築いてほしいなというの願いでございます。<laughs> うん、これみやびだったらブチギレ案件ね。も。もう怒ってる。<laughs> <laughs> <laughs> なんかもうさ今年入ってからもずっと思うけどさ、うん、そのうんもう、まあ、人も、まあ、人もイコール企業なんだけどさ、うん、もう本当にもうあもう 頭使ってみたいな、私に言われていいのって思うぐらい、日本語通じない人多いし、自分勝手な人多いし、なんかもう嫌になってんだよね。だからそれは結局、企業イメージ、ブランディングを下げて、いずれダメになっていくっていうことがわからないんですちっちゃな、ほころびから、うん、そこが大きな亀裂になって、地滑りが起こるわけで、うん、で、崩壊するんで。 そのちっちゃなちゃんとした経営者っていうのはそのちっちゃな穴も見,もう見逃さず塞ぎに行きますそれができてないから、まあ、外資っていうのもあるけど、うん、まあちょっとそんな感じなので一応返金処理はされましたがそのされ方がおかしかったので、えー、皆さんも気をつけてくださいという動画なので、うん、まあ一応ね相談は乗れますんで。うん コメント欄で今こんな目に遭ってますとか今後あったら別に違う動画でもいいんで今アマゾンでこんな目に遭ってるんですけどどうすればいいですかって言ったらこうしてくださいっていうアドバイスはするのでただうちの動画で告発するようなことはしないですはい今回僕だったんで,で証拠も揃ってるし全部あるんでやりましたけどまあそんな感じなのでちょっと皆さん気をつけてくださいという ご報告動画でした、はい、こ,のこの後ね、まだ何があるかかわんない突然返金処理がこの動画出すことによって取り消されるとかね、うん、何があるかわかんないんであったらまた報告しますけど、うん、とりあえず言った以上報告義務があるんで、うん、えそういうことに今日現在なりましたということで報告の動画でしたというわけで皆さん私はドランシしょはい。 みやびちゃんも殺意メラメラモードデイだからこの一週間はレディースデイということではいちょっと久しぶりにイライラしちゃいました結構ガチめのイライラしましたはいこんな感じ皆さんも気をつけてくださいねはいもう戦っていきましょう悪いと思ったことにははいでは今日も終わりますありがとうございましたよかったらコメント高評価チャンネル登録お願いしますじゃあねー